AT&T ワーナーメディアワーナーブラザースワーナーブラザースジャパンワーナーブラザースジャパン合同、会社はエンターテインメント事業を行う日本の企業アメリカ合衆国の映画会社ワーナーブラザースの日本法人ワーナーブラザース映画のロゴ事業体制として映画制作配給部門ワーナーブラザース映画家庭用ソフトデジタルコンテンツ部門 ワーナー・ブラザース・ホーム・エンターテインメント、テレビ、映像配信部門、ワーナー・ブラザース・テレビジョン、キャラクター商品・ライセンス部門、ワーナー・ブラザース・コンシューマー・プロダクツなどがあり、社名よりもこれらの名義が使用されることが多い。米国法人制作作品に加え、日本のコンテンツとして、法画、アニメ・モバイルゲームコンテンツ・アクイジションの4つの事業を展開している。 1992年5月29日、タイムワーナーエンターテイメントジャパン株式会社として、設立。2002年に株式会社イーストウエストジャパン、株式会社ワーナーミュージックジャパンと合併し、ワーナーエンターテイメントジャパン株式会社となるが、2年後の2004年には、タイムワーナーの音楽部門分離、売却に伴い、音楽ソフト部門を株式会社ワーナーミュージック、 ジャパンとして分離される。2010年、最後の中心蔵で本格的に放画制作に参入。2011年、ゼネオンユニバーサルエンターテイメントジャパンから川瀬、公平、中山信弘などが転籍。ワーナーホームビデオ部門がテレビアニメ事業及びゲームパブリッシング事業に参入すると同時に音楽レーベル、ワーナーホームビデオも設立し、 11月1日には日本レコード協会に巡回員として加盟した。2014年4月1日、日本動画協会に巡回員として加盟。同年5月1日、ワーナーホームビデオデジタルディストリビューションがワーナーブラザースホームエンターテイメントに解消され、家庭用ソフトのブランド名もワーナーホームビデオからワーナーブラザースホームエンターテイメントに変更された。同時期には、 モバイルゲーム事業を開始する。2016年4月1日、ワーナーエンターテイメントジャパン株式会社から社名、組織変更を行い、ワーナーブラザースジャパン合同会社となる。2020年1月16日、ワーナーブラザースとユニバーサルピクチャーズが北米でのソフト販売と流通事業を統合することを発表。同時に、 両社での国際ライセンス契約締結に伴い、同年10月9日より、ワーナーブラザース作品の販売権を NBC ユニバーサルエンターテイメントジャパンに移行した、ユナイテッドアーティスト、オライオンピクチャーズ作品のソフト販売も担当している。ワーナーブラザースホームエンターテイメントが、ビデオソフト及びワーナーオンデマンドの企画制作、発売を担当している。 ワーナーブラザース映画が制作した邦画作品や発売権利を保有している t v アニメーション作品についても同社が発売元となる作品がある。CD 点や DVD ビデオソフト売り場にて新婦反則用の冊子、ニューリリースインフォメーションを毎月制作、無料配布している。ブルーレイディスクソフトの反則キャンペーンに2009年から2013年まで、引くかは例を。 ブルーな例として起用している。日本市場にはこれまで、ワーナーホームビデオ、ワーナーホームビデオより発売してきたが、1992年に、新会社として、タイムワーナーエンターテイメントジャパンが映像部門からの現物出資で設立されることになり、同年度以降は順次、同社からの発売となる。また、朝日放送制作のテレビバラエティ、探偵、ナイトスクープの、 ディレクターズカット版傑作編として映像ソフトが発売されたのも同社のレーベルからである。ジェネオンエンタテインメントを販売元として DVD 販売においてハリウッドプライスという2000円台での DVD 販売がされてきた。本国アメリカにおける DVD の販売方針転換に伴って2005年4月以降に発売された商品に対しては2980円。 あるいは3980円に区別されるようになったが、これに対しては値上げとなったため賛否両論が多い。これによる原価版発売の際、今までに比べて値引き率が高くなるようになり、場合によっては3980円の作品がいきなり690円、980円で販売されることがある。また、他の映画会社にある常時1500円程度で、 購入できる作品の導入も遅く、2008年4月に初めて発売された。ただし、TV ドラマなどに関しては現在でも1枚2500円あたりの価格となっている。その一方で、他の映画会社が第3世代コーディスクなどとの金合い上、リリースを削減しているのビデオを積極的に発売しており、最近では1500円と他のメーカーと比べても安い。 価格で販売されるようになった。また、ブルーレイディスクや HDDVD も発売当初は、旧作に関しては3980円程度と、他のメーカーと比べて低価格で発売されていた。長い間、販売面においてワーナーとは良好な関係を築き上げてきた、ジェネオン自身も、親会社である電通が、 ユニバーサルピクチャーズの日本法人にジェネオンの全事業を譲渡・合併によりジェネオンユニバーサルエンターテイメントジャパンに変更されることとなりワーナーにとっては映画音楽分野においてライバルでもある NBC ユニバーサルのもとで事業を展開することとなった上近年ではワーナー自身によるアニメ及び主題歌の制作販売を積極的に行っているため 事業が完全に競合することとなっている。これまで通りの関係を継続するかどうかが注目されていたが、ジェネオン制作のアニメである、とある魔術の禁書目録の劇場版の配給や、主題歌、イメージソングを提供し、さらにその後、スピンオフである、とある科学の超伝磁法の TB アニメ2期のエンディング曲を提供するなど、少なくとも、会社間の関係は現在でも良好なまま維持している。 模様。前日の通り、ワーナーとユニバーサルのソフト販売、流通事業の統合に伴う国際ライセンス契約締結により、2020年10月9日から、ジェネオンの後ろ身でもある NBC ユニバーサルエンターテイメントジャパンが、ワーナー作品のソフト流通を担当している。レーベルは、ワーナーブラザースホームエンターテイメント。ワーナーも出資した、制作作品については、 トワーニを参照のこと。制作、配給した作品の大半が、かつて、トワーニとして、映画作品の共同制作を行っていた日本テレビ放送網との共同制作である。突起なき限り制作、配給は、ワーナーブラザース映画、発売元は、ワーナーブラザースホームエンターテイメント、販売元は、NBC ユニバーサルエンターテイメントジャパン。実写映画アニメ映画。 ワーナーブラザースホームエンターテイメントジャパンコンテンツ事業グループアニメ事業部が担当。映像メディア販売のみを行った作品を列挙する。括弧内の年月は映像メディアの発売時期、制作年度は当時の放送時期。ありがとうございます。